セバスチャン・ローブのシトロ・エン・ d s 3 w r c ラリード・ポルトガルで。ミッコ・ヒルボネンのフィエスタ・ RSWRC、ラリード・フランスで。2011年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第39回大会である。2月10日のラリースウェーデンで開幕し、全13戦で争われた。 最終戦ウェールズラリーギガバイトの初日にミッコヒルボネンがリタイアしたためセバスチャン・ローブが自身8度目のタイトルを獲得したミニのワークスチームはジョン・クーパー・ワークス WRC で復帰した世界モータースポーツ評議会のメンバーによるファックスでの投票で以下のカレンダーが2011年世界ラリー選手権の日程として同意された ペーター・バン・メルクティン・ジュニアのシトロエン、ラリー・ドイチュラントで、中、インタビューを受けるチーム首脳陣、ラリー・フィンランドで、フリジェ・シュティュランは、ランキングから除外された、中、一1数字は、ステージ勝利数、勝つ年ごとにボーナスポイントが与えられた、は25ポイントが差し引かれた。ありがとうございます。